4月3日10時5分大変遅くなってしまいました。申し訳ありません。モーニングショットをお届けしたいと思います。本日は、アメリカの雇用統計の発表がございますが、昨日の夜で、週間のですね、失業保険申請件数、こちらの方で、結構、大きくショートカバーをされて、マーケット少し傷んでるかなという感じもいたします。あまり無理をせずといったスタンスではなかろうかと思います。まず8-50にかけてドル円は戻りを売るスタンスで108円の3045でイメージをします。8-50を超えたら一旦切るつもりで、利食いは7円の8070でイメージをしたいと思います。108円台ではロングを取らないようにしようというふうに考えてますので、自分のターゲットが来たら、様子を見ながら入ってもいいかなというふうに思います。ユーロドル上値が重たく売り先行で考えたいです。 1.08-5565 で、売りで参入、ストップ 1.0895 で、利食いは 1.078575 をイメージしたいと思います。ユーロ円は戻り売りですが、どうもですね、ストップロスをなるべく浅めに入れたい。で、昨日のその日足のチャート、ごめんなさい、5分足のチャートを見ると、1回目その116円の37ぐらいまで突っ込んで止まって6-75まで戻して、もう1回6-36を攻めて失敗をしているんですね。ダブルボトムをつけて1回117-47まで吹き上がってます。そこからの下げが116円の75でぴったり止まって7円の20へ反発をしていると。このチャートだけ見たらあまり戻りを売りたいチャートにはなってません。流れに敬意を表して、一旦は売ってみますけれども、ストップは極力浅めに入れたいというふうに思います。あとポンド円はですね、133円の4030を、133の4030ちょっと買ってみて133円ちょうどで切るようなイメージが湧いてます。差し値はしないと思います。そこはですね、ちょっと自信ないんで、利食いは134円台の前半、30レベルでイメージをしました。OG 円、ニュージー円も同様でですね、下値が固く見えて、OG については65円のフラットから64.90で押し目買い、ストップ64.70割れ、利食い65.6575で、ニュージー円も63.4535で、押し目買いを、ストップ63.10において、利食いは64.1020でイメージをいたしました。この OG 円、ニュージー円のオセアニア円も差し値は置かないようにしたいと思います。とにかくアメリカの労働の指標が良くないだろう。だからドルは売られるだろう。事前にショートを持っといて、実際に数字が出て、下がる場面で、自分は売らないようにして他の誰かに売ってもらって、そこで利食いたいというふうに考えてた人間が昨日多かった。あの数字が出て107円ちょうどが割れないわけですよね。相当みんなショートになっていて、でも自分が潰しに行かないで、みんなも潰しに行かなかったっていう感じかなと思います。107円でガチガチの買いが入ってたとはあまり思えないし、大きな買いが入ってた可能性ありますけれど、みんながその売り潰すつもりであれば107円は割れたような気がするんですけど、それが誰のトライもなかったということを考えると、みんながショートを持っていて、自分が利食いたいけど自分はもう売らないで人様に売ってもらうのを待っていたというスタンスだったのかなという気がして、そこで大きく朝方、特にその今日108円の20近辺もこすってますんで、昨日の夜売って下で捕まってた人間の損切りが朝方ついたといったところだと思います。あんまり、無理してね、高いところを買っていく必要もないし、もうストップがある程度出てるのであればそんなに上もないと思います。ただオファー垂らして売りたくないので、自分のイメージとしてはその先ほど20までありましたけど、3045というイメージが湧いたので、そこになったら売ってみようかなというぐらいのスタンスで見たいというふうに思っています。それではまた今晩何かございましたら、今晩にかけてですね、何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。それでは、今日遅くなって申し訳ありませんでした。モーニングショット、これで終了です。